皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはボックスさんから発売されておりますブロッカーズフィオーレアイリスバージョン 1.5 になります。今回のこのアイリスというキットなんですけれども、ボックスさんの方から発売されております美少女キットブロッカーズフィオーレの中の9番目のキット、そちらが今回一部パーツがアップデートされて再登場ということになります。ちなみに私のチャンネルの方でこの前回の通常版のアイリスご紹介できてはないんですけれども、ナンバー8番目のローレルフォリアとかナンバー10のローズとかご紹介させていただきましたけども、そのちょうど中間だったキットですね、欲しかったんですけれども、ボックスさんの公式ショップの方でも商品入荷待ちの状態が続いてまして、で入荷したら通知を受け取るっていう状態にしてたんですけども、待てど暮らせど入荷の連絡が来ないなって思っておりましたら、このバージョン 1.5 となって登場したので早速購入してまいりました。では早速キットの方をご紹介してまいりますけれども、まずパッケージ正面がこんな感じになっておりまして、毎回このフィオーレシリーズご紹介するために言ってることなんですけども、箱の上にありますブロッカーズフィオーレのロゴ、相変わらず女性向けのファッション雑誌みたいなおしゃれなデザインしてますよね。で真ん中に今回のアイリスがドドンと描かれております。元気はつらつナイスバディな感じないでしょうか。で側面とかの方がこんな感じになっておりまして、箱の大きさは過去のローズとかリリーに比べると、まあ、そんな大きくないですね。でこちらが塗装済み完成品の写真、フロントとリアということで、青ベースとした、まあ、飛行ユニットを装着した女の子って感じですね。非常にかっこいいです。でこちらが素体状態ですね、軽装状態と書かれてますけども、こういった外見のアレンジも可能です。でその他にが担保印刷済みのフェイスパーツ合計4種類。今回のバージョン 1.5 になって変わったのが、このアイプリント部分がだいぶ可愛くなったっぽいんですよね。であとはアイデカラーが付属します。で隣がクリエイトということで、ブロッカーズならではのカスタマイズってことですね。でその隣は注意書きとなっております。で側面がこんな感じになっておりまして、反対側は完成品写真ですね、この縦長の写真となっております。こういった凛々しい表情も非常に可愛らしいんじゃないでしょうか。では中身の方もご紹介してまいりたいと思います。ボックスさんのキット毎回そうなんですけども、他社さんだと同じ色のランナーが複数が1個の袋に入ってたりするんですけども、ボックスさんは1ランナー1袋なのでかなりの袋の数になっております。ささっとご紹介してまいります。まずはこちら、これはポリキャップパーツですかね、なんかそんなものがあります。で次にこちらがペールオレンジの関節とかのパーツですね。でお、いきなり出ました、これがフェイスパーツですね。いわゆるバージョン 1.0 と言いますか、前段のアイリス持ってないので比較はできないんですけれども、まあどの顔も非常に可愛らしいんじゃないでしょうか。この着替えた顔も凛々しいです。で次にこちらが同じランナーパーツですけれども、こんな感じで、これ手持ちの武器とかですね、このオレンジのものは。で次にこちらが、これ繋がってはいますけれども黒いパーツ、なんか形状から言うとなんかスネっぽいような気がしますね。で次こちらが紫色のパーツ、薄紫ですね、なんか淡い色合いで、これも非常に綺麗なんじゃないでしょうか。で次がブルーのもの、あ、ウィングのパーツとかありますね。で次こちらが今度は白いパーツ、これもなんかちっちゃい尾翼っぽいものありますし、何しても今回のキット7色成形らしいので、普通に組むだけでもなんかかなりの仕上がりになりそうですね。これちょっと大きめのランナーパーツですね。で次こちらペイオレンジのもの、これまあ太ももだと思います、多分。でこれ背中ですかね。でこちらはお尻の部分ですとか、これはお腹の部分とかですね。で今度は黒いパーツ、これはすねとか、もう太ももの下側ってとこでしょうか。でこれなんか二重関節っぽいものもあります。で同じく黒いもの、これは腕ですかね、ちょっと小さめなので。でこちらがこれどこだろう、これウエストのパーツっぽいですね、なんか。あとは小さいのでカラー再現ってとこですかね。でこちらが担保印刷されてないフェイスパーツ、でこれもポリキャップではないですね、手首が何かの可動軸っぽいです。でこちらが頭髪のパーツ、長いツインテールですね。でこれが薄い紫色の、どこのパーツか、まあこの段階だと分かんないんですけども淡い色です。でこれがちっちゃいですね、これは頭髪に使う可動軸っぽいですね、色からいって。であとはハンドパーツ、こんな感じで4種類。で最後こちらがアイデカール、キット類は以上ですね。1ランナー1袋っていう非常に丁寧な梱包なので、袋の数はすごい多かったんですけども、箱の大きさから言ってもブロッカーズフィオーレの中では標準的な感じで、非常に作りやすい、そんなキットだと思っております。そして最後作り方の説明書、ブロッカーズフィオーレアイリスバージョン 1.5、 ナイスバディですし可愛いですよね、やっぱりこの子も。で中の方に参りまして、まずは塗装済み完成品の写真、
まあ塗装済みとは言いましたけれども、どこまでこれ今回のキット塗装すべきかちょっとよくわかんないんですよね。前もってキットは見たんですけども、この前髪のところのこの青いサシの部分ですね、ここは確かパーツで分かれてなかったような気がするので、しかも目立つところなので、ここについてだけはちょっと塗装しておきたいなと思っております。で、この武装状態とか素体状態、まあ軽装状態ですね。で、下の方にブロッカーの説明があって、次のページがカラー&デカールガイド。まあデカールはアイデカールしかなかったので、まあ今回カラーについて、まあ、なるべくここに近づけるような形で塗装したいなと思ってますけども、まあ、ほぼほぼパチ組プラス、まあ、やれたらこの前髪の青いところだけ塗っておきたいなと思っております。で、こんな感じで下の方にカラーガイドもあります。で、次のページがパーツリスト。まあ、こうやって一覧にしてしまうとそうでもないんですけども、そうは言いましても2ページ分渡ってますからね、なかなかの分量だと思います。で、次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。で、まずここですね。この部分、頭髪を稼働させるための可動軸ジョイントの部分なんですが、下に書いてます。PS 製のパーツと換装できますということで、まあ、ここだけではないんですけれども、全体的に稼働を担うパーツの素材が、通常のアイリスに比べて、より破損しにくい素材に変わったようなので、アイプリントのデザインと合わせて、まあ、そういったところはバージョン 1.5 に変わったってところですね。で、ここで頭部の完成。で、次のページで、胴体の組み立て。で、この胴体も、フィオレシリーズ作るのが結構久しぶりなので、どんな構造だったのかちょっと覚えてはないんですけども、ただこの胸部の、この両側につけるこのパーツですね、ここも色で分かれてたりと、なかなかふんだんにカラーが使われているので、ほんとすぐにでもいい感じになりそうですよね。で、ここで胸部と腹部連結するんですけど、この真ん中の19番ってところ、可動軸を隠しつつ、可動に合わせて動くということで、非常にスムーズに胴体が可動できそうです。で、ここから腕の組み立て、肘については二重関節ですね。で、右腕作って左腕。で、ここから右足の組み立て、膝も二重関節。で、次のページで右足が完成して、同様に左足を組み立て、全体を連結させて本体の組み立て完成。まあ、いわゆる軽装状態。よく言う素体ってとこですね。で、次から武装状態の組み立てということで、まあ、これ見ますと腕につきましては、この部分ですね。肩のペイローネジの部分と肘の可動部分。ここを残しつつ、上腕にパーツをはめて、手首側のところはなんかごっついパーツがつくようです。同じように左腕を作ります。で、ここからは脚部ですね。脚部については作っていって、こちらについては、よくあるパターンで、この太もものペイローレンジ部分を流用して、そこから下全部差し替えたことみたいです。で、同じように左足も作っていって、交換。これ、ハイブユニットの組み立て、巨大なエンジン部分ですね。こういったのを左右作っていって、この67、68で作っているのは接続する基部の部分ですね。で、そこに、エンジンというかウィング部分をくっつけて背中にマウント。これで武装状態の完成。で、次に武器の組み立て。両手に持つブレード部分ですね。特に持たせ方があるんですけども、逆手持ちな感じですね。これはかっこいいんじゃないでしょうか。で、ここのページはこのジョイントの説明と、革の交換方法、武器のマウント方法、でさらにデッカーの貼り方があって、次のページがクリエイトコレクション。過去のフィオレシリーズもそうでしたね。他のキットを使うとこんな感じに、このウェーブライダー的なものを乗ってるシーンとか、で、こちら、外箱にありました、ファルシオンっていうのを使うとこんな感じのカスタマイズができますっていう写真ですね。で、次のページも同じくクリエイトコレクションのナンバーに、これも外箱にあったやつ。これ、なんて言うんですか、V リッツって言うんですかね。そういったキットを使うとこで黒ベースの重厚な感じにすることもできます。で、最後の方がこれ、ポーズコレクション。今回のキットのみでできるやつですね。この飛翔感のあるポージングも可愛いですよね。この凛々しい表情とか、このうさ耳部分が垂れ下がったシュンとしたポーズも非常に可愛らしいんじゃないでしょうか。で、最後のページもポーズコレクション。この武装状態のものですね。こんな凛々しいブレードを構えたポーズ。そして同じくこんな躍動的に切りかかるようなポーズとかもバッチリ決めれるようになっています。余談ですけども、ここの 0.95 っていうのがナンバー9番目のアイリスのバージョン 1.5 だから 0.5 足されたっていう意味ですね。この 0.95 っていうのが。で、説明書はこんな感じですね。では、早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していくんですけども、その前に今回のキットですね、成型色が非常に豊富でしたので、極力塗装とか墨入れをせずに完成させました。まあその中でも唯一ここ塗ってないとかなり印象変わってくるなって思ったので、この前髪のここの目の上の部分ですね、ここだけ水入れで塗装しました。あとは全て成型色のみです。ではキットの方をご紹介してまいりますが、まずは交換パーツ、まずはハンドパーツ、今本体についてますのが開き手、それ以外に3種類、この手のキットにしたらちょっと少なめですね。で左の方から武器持ち手で、これグッドボタンみたいなサムズアップ手で、一番右側のものが2つ合わせてこのハート型になる、いわゆるハート手ってとこでしょうか。合計4種類が付属します。続きましてフェイスパーツ、今本体についてますのが通常顔、まあ微笑み顔ってとこですかね。でまずこちらがお目目キラキラ、天真爛漫な満面の笑顔のものになっております。もう目キラキラですよね。で次こちらが気合の入った叫び顔になります。で最後こちら、まあこれ悲しみ顔っていうにも見えますけども、ポージングによってはやれやれみたいな感じで使ってもいいと思います。フェイスパーツは合計4種類付属します。次にこの右側、こちら武装だったり武器だったりするんですけれども、武装状態にしてしまうとちょっと紹介しにくいところがありますので、そこだけ先にささっとご紹介します。まずこちら専用の武器ですね、こんな感じの逆手持ちのブレードとなっております。まあ、これも本来塗装済み完成品で言いますと、この一番先端の内側のこのこんもりしたところ、ここ白く塗ると塗装済み完成品と同じなんですけども、まあ、このオレンジのままでも特に問題ない感じですよね。でここの部分グリップがありまして、このグリップにつきましては下に引き下げてこんな感じで展開させてハンドパーツを通して戻すことができるようになっております。でここにありますピンにつきましては、本体にあります各所 3mm のハードポイントに、例えばこのブイングのバックパックの部分ですとかに接続することができるんですけども、まあ、こうやって見ると左右対のように見えるかもしれませんが、ここのピンの部分につきましては内側に収納させて、手に持った時にこうスッキリさせたり、反対側にこちらの部分ですね、ピンを出すこともできますので、形状としては全く同じものが2つ付属します。次にこちらのウィング状のバックパックなんですけれども、まあ、ここの部分ジョイントがあって、こんな感じで外側とかぐるぐる展開させたり角度変えることができます。でこのウィング部分につきましても、このモールドがあるところよりも先の方を白く塗っておくと、より塗装済み完成に近づきますね。まあ、これも青い色でも特に問題ない気がします。墨入れでも十分かもしれませんね。でここの 3mm のハードポイントなんですけども、こちら反対側にもありまして、ここに接続されています。表裏反対することもできますし、実はこのハードポイントの部分、こんな感じで上下にスライドさせることができます。当然こちら側もそうですね。今上になってますけども、こんな感じで下に下げることもできます。位置を上下真ん中にしてみたり、表裏変えてみたり、他のところに接続することもできます。まあこれは武装状態で使いますので、またここに戻しておきます。あとこちら、これ上腕部分につくパーツなんですけれども、まあ、こんな感じで接続することになります。これもモールドから先端の部分ですね、上と下白く塗るとより塗装済み完成に近づきます。で、ここの部分ですね、このオレンジのパーツ、これどういう意味かわかんないんですけども、こんな感じで前側に稼働させることができます。まあ、この稼働の意味がよくわかんないんですけども、こういった細かいギミックもあります。では、本体の方をご紹介してまいります。ブロッカーズフィオーレアイリスバージョン 1.5 ですね。多分 1.0 というか通常を知らないので推測になってしまうんですけども、ボディとかこういったところは多分形状変わってないと思います。このフェイスパーツ、このタンポン印刷がより可愛くなったってところですね。こちらの通常側の方もうっすら浮かべた微笑みが非常に可愛いんじゃないでしょうか。で先ほどお話しましたこの面の上のこの青いところ、これメッシュとかじゃなくてこんもり膨らんでますので、なんかのヘッドギア的なものだと思うんですけども、まあよりここはかなり目立つところなので、ここだけ塗装させていただきました。では稼働も含めてご紹介してまいりますが、まずは頭部、このうさ耳の部分ですね。これなんですが、位置固定ではなくって、この位置だけじゃなくって、こう左右に展開させることもできますし、ぐるぐる回すこともできます。前後に傾きも変えることもできますので、このうさ耳だけでもいろんな感情が表現できるんじゃないでしょうか。で次にこの後ろについてます。2本のツインテール。根元が手首と同じ可動軸ジョイントになってますので、ぐるぐる回るだけじゃなくって、角度も大きく変えることができます。で、頭部の可動ですけれども、頭部側がポリキャップのボールジョイント。で、胴体側もボールジョイント。で、これを利用して、前方向についてはこのぐらいまで下向けることができますし、上についてもちょっと後ろの髪の毛干渉を避けておけばここまで上を向けることができます。まあ、十分な可動範囲だと思います。次に肩腕周りですけれども、肩につきましてはボールジョイント接続、胴体側の受けの方に前後の可動がありますので、こんな感じで大きく腕はスイングさせることができます。で前にも持ってこれるんですけども、まあこのキャラクターの場合お胸が非常にたわわなので、あんまりこの胸に突っかえて前まで持ってこれないですけど、まあそれでも十分だと思います。で、真上につきましてもグイッと挙手できるぐらいまで上げることができます。で、この色の変わっているところにロールがありまして、肘については二重関節、グイッと曲げると、こんな感じで、ほぼ人間ぐらいまで曲げることができます。
で、手首につきましてはおなじみ可動軸ジョイントぐるぐる回りますし、角度も大きく変えることができます。続きまして胴体なんですけれども、この首のところのこの飾りから、この胸部もそうですし、この腹部まで、この細かいカラーリングがすべてパーツによって賄われております。すっごいですよね。このシワのところの再現とかもリアルだと思います。で、可動につきましては、この胸の下のところ、前後左右の可動軸で接続されております。で、この黒いパーツにつきましては、胸部と腹部を接続する、まあ、輪っか状のパーツで、カタカタ動いて、ちょっと軸を隠す、目隠し的な役割をしております。で、ここの部分で、ボディについては、前とか、で、後ろ。結構大きく反らすことができます。で、目いっぱいように反らしても、ここの目隠しパーツ、ちょっと今隙間見えちゃいましたけども、このペールオレンジと黒いパーツ、これで中の軸が目隠しされております。次に股関節、足回りですけども、まずこの股関節のこのオレンジ色のパーツですね、これいわゆるフロントスカート的なものなんですけども、位置固定ではなくって、ちょっとこう引き出して上に上げることによって、太ももの可動を避けることができます。で、太ももにつきましては左右それぞれ独立した軸で高さが変えることができます。向かって右側、左足を下げますと、こんな感じで、かなり下げることができます。で、こう隙間きましたので、この状態で足については、前。まあ、このオレンジのパーツも干渉避けれますので、かなり上まで上げることができます。で、後ろにつきましても、お尻の出っ張りがありますけども、太ももの後ろ、ここにくぼみがありますので、このラインを合わせることによって、かなり後ろまで持ってくることができます。で、横方向についても下げておけば、この股割りできるまで足を広げることができます。で、太ももの中にもこんな感じで可動のジョイントが組み込まれてますので、太ももの可動は他社さんに勝るとも劣らない素晴らしいものとなっております。で、ここの部分ですね、にロールがありまして、膝についた二重関節、ぐいっと曲げれば、正座できるぐらいまで曲げることができます。で、足首については、後ろ。結構いきますね。で、前もこのぐらい。で、つま先も独立して、ちょこっとですけど、角度変えることができます。まあ、今回のキットもブロッカーズの過去のラインナップに引けを取らず、可動範囲とかも素晴らしいですし、まあ、お胸個人的にはデカすぎるかなって気もするんですけども、お好きな方はたまらないんじゃないでしょうか。また何といっても、バージョン 1.5 になってこの顔がより可愛くなったっていうのが美少女キットの肝と見えるところなので、そういったところは嬉しいところですよね。では最後に武装状態の方やっていきたいと思いますけども、交換装着の手順は全て割愛させていただきまして、各パーツにつきましては、これが前腕部分、まあ一部差し替えになるんですけども、パーツ。で、これが上腕部分に差し込むもの。で、これ脚部の交換パーツで、これが腰の後ろにつくバックパックのウィングパーツになります。こういったものを装着して武装状態にしますと、こんな感じになります。一気に重武装感増しましたよね。で、今回のキットなんですけども、もともと頭部についているツインテールが長いのと、背中側に結構大きめなバックパックがついたせいもありまして、スタンドなしでこの状態で今自立してますけども、自立させるとなると結構重心をこう前面に、こんな感じで、結構こう斜めた感じで立たすことになります。まあそれは仕方がないですよね。まあそれが嫌だったらスタンド使えばいいだけの話ですけれども。で、改めましてこちらアイリスバージョン 1.5 ですけども、こんな感じですね。おそらく武装類については通常版と変わってないと思います。で、先ほどお話ししましたこの肩のパーツのこのオレンジ色のウィング部分ですね。この部分がこんなに稼働するんですけども、まあこれが何の意味があるのかちょっと私わかんないんですけれども。で、改めましてこうやって、先ほどターンテーブルのご覧いただきましたけども、やっぱり成形色が豊富なので、本来はこのウィングの先端部分ですとか、この肩とかいろんなところ、本来オレンジだったら白の差し色を入れる必要があるんですけれども、普通にこの素組みの状態でも、これが完成品ですって言われても、遜色ないぐらいカラフルですよね。で、可動に関してですけれども、まあ、ウィングのこのバックパックは先ほどお話ししましたけども、丸ごと交換になりましたこの脚部ですね。ここにつきまして若干可動がありますのでご紹介してまいります。まずはここの白い膝当てみたいなところ。これもですね、角度は非常にちっちゃいんですけれども、こんな感じで角度変えることができます。で、膝につきましてはここの部分ですね。これも元の素体の時と同じく二重関節ですので、グイグイっと曲げると、ちょっとバックパック干渉しちゃいましたけども、こんな感じで正座できるぐらいまで膝曲げることができます。で、つま先につきましては、後ろとか前。で、こちらの状態でもつま先に少しだけ角度変えることができるようになっております。ブロッカーズフィオーレも今までいくつか作ってきましたけども、やはりこのアイリスっていうのはまあ通常版の時もそうでしたけども、他のキット、例えばローズ姉さんとかローレルフォリアとか、ああいったに比べますと、かなりこの異端というか、近代兵器的なウィングがついてるせいもありまして、かなり印象的なキットだったんですけれども、そのせいもあって人気があったのかもしれませんが、まさかまさかのバージョン1ということになって、今回再登場となりました。この手のキットで他社さんでもたまに見かけます。非常に豊満なお胸のナイスバディのキットですけども、やっぱこれはこれで特徴があっていいですよね。まあ個人的な趣味のところはこの際割愛しますけれども、
後ろから見てもウィングパーツとか結構ドドーンとあります。で、先ほどお話したみたいにこのジョイント位置についてはスライドさせることもできますので、このウィングが逆方向だけじゃなくって普通にこう鋭角な感じにすることもできます。まあそういったのも含めてカスタマイズが結構自由自在っていうのがこのブロッカーズシリーズの特徴でもありますよね。あとはやはり改めてこうやってしげしげ見てみましても、この太ももの横の部分ですとか、このくるぶしのあたりとか細かいところまでこれ塗装一切してないですからね。パーツだけでここまで細かくカラーが分かれてるっていうのは、私みたいにどちらかというと塗装面倒な人間にしてみると、この状態で飾っておいても違和感がないっていうのは素晴らしいキットだと思います。とかなんとか言いつつ、このご紹介が終わった後でこのウィングの先端とかですね、簡単に塗りそうなので、こういったところは下出るでちょこちょこと追加塗装しようかなと思っております。ブロッカーズフィオーレアイリスバージョン 1.5 はこんな感じでした。というわけで今回はブロッカーズフィオーレアイリスバージョン 1.5 ご紹介させていただきました。実は今回のこのアイリスのキット、通常版も多分同じだと思うんですけれども、私がつい最近ご紹介したローズ姉さんとかと比べますと、素体状態と武装状態の往復っていうのが非常にお手軽でしたね。素体武装どちらも非常に魅力的なキットなので、ここの往復が楽っていうのは実は地味に嬉しいところです。あとは何といってもバージョン 1.5 になって顔が非常に可愛くなったっていうのは、こういった美少女キットにおいて命ともいえる顔ですからね。今キラキラお目目のフェイスパーツつけてますけども、ここがより可愛くなったっていうのは最高の改善点ではないでしょうか。今回アイリスだけのご紹介でしたので、いろんなカスタマイズまではご案内できてないんですけれども、他のブロッカーズキットとかお持ちの方はパッケージとか取扱説明書の中にありましたクレートコレクションとかを参考にしながら自由にカスタマイズしてみるのもいいと思います。豊富な成形色ですぐみの状態でも違和感なく飾っておけるこの見栄えの良さっていうのもいいところですよね。まあたわわすぎるお胸についてはお好みが分かれると思うんですけれども、非常に映えるキットではないでしょうか。美少女キットがお好きな方、前段のアイリスをお持ちでも、お顔可愛くなったじゃんって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。